はい、おはようございます。点数はね、自分が見てみるのに点数がね、はい、85、6点というところやけどね、はい、初日にもうちょっとカツッといたら、これが打ったらあるはずやけどね。そうですね。うん、はい。で、まあ、初日って言ったらやっぱり難しいと思うけど、はい、宮田君は自力やね。はい。大体、マコリが多いよね。そうですね。そうしたときに、明日のこのメンバーで、先行していくのが、この2番手のところがね、はい、これは、ワールドでも4番手は取りたいね。そうですね、位置、結構大事になってくると思うので、まあ、ちょっと足使ってでも取って、そこから仕掛けたいと思います。はい、練習の調子はどう？落車明けでちょっと、イメージだったんですけど、まあ、レース重ねるごとに良くなってきてるとは思います。まあ、高知競輪でね、ここで走るということは、みんなが、高知の選手は特に投手前で行かないかと、はい、いう時をね、はい、そうですね。どうで、明日一発、まあ、若い時はないから、ね、ちょっとできないですけど、よい若い、はあ、言えないです。まあ、それもね、レースのことやきね、はい、流れが立ち向く時もあれば、それは向こう向く時もあるけどね、はい、それはもう、仕方ないとして、はい、まず勝とうとするような競争をね、そうですね、はい、してほしいね。はい。うん、で、練習の状況を落車したいって言うけど、練習の調子はまあまあか、うん。はい、まあまあできてると思います。うん、はい。十分というわけで、まあまあできてる。十分に近いです。近い。近いというと、はい。うん、はい。それではね、明日からみんながね、コーチの選手が作った3人と、参加が少ないので、はいはい、でやっぱりこうみんな一人一人がね、はい、うんと頑張ってほしい、はい、で宮田君クラスがねバンバンと頑張ってくれたからね、あと宮田君セレン君がまた気合入るやろと、そうですね、うん、はい、しっかりこの3日間も頑張ってよ、はい、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとう、はい、ありがとうございました。